これは何かな？これはディフューザーです。って俺知っとるやろみたいなこのディフューザーもつける。これはもうバンパー交換に楽よ。ただつけるだけ。そう、つけるだけ。バンパー交換は手伝ったけどさ、これはきっと一人でできるはず。はずですか？はず。はい、しました。さあ、じゃあこれね、まあ小さい方からいこうか。じゃあちっちゃい方から。これまずあてがってみて、どんな風に。そうそうそう、そうだよね。なんかこうか。あこうです、ね、そう、あ、こうですね。ところがね、違うんですか、これね、こう開くのね。はい、つまりこれがもう一個。あ、そうか、こういうのつくでしょ。そうそうそう、だから若干離した方がいい。あんまり白いの見えちゃう。そう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 、ね、そうなの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 。どう、実質合うところがあるはず。なんかぴったり。 で、ゴムモールは上から下にずら、ずらしすぎ上から下に行くと、そう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 、あの上から下にやらんかったらどうなっとった、さっきみたいに。そうそう、こんな風になると潰れちゃうよね、うん、だから上から下へ下げるような感じにするとゴムモールが綺麗に。こっちは難しい。こっちも上から下に、あ、もうちょい。あ、で、あとね、ここをね、ちょっと指でピコ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 ってこうさ、そう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 、ほら綺麗だった。はい。こんな感じでつける。でも場所はずれすぎですよね。ちなみに、はい、裏、ここ両面テープないね。あ、ないですね。ってことは、よし、いい方法があるぞ。目立たない方法が。あんまり間隔開けるとずれるけど、うん、本当は多分そこ数ミリなのね。数ミリ開けるってこと。ああ、開けるのは数ミリ、はい、ほんと1ミリ、2ミリのレベル。あ、そんだけ。はい。だからでも白いのにチラッと見えるじゃん。だから見えない方法が一つだけある。そこに両面テープがあるとダメだったけど、両面テープがないから、はい、そこにラッピングを貼る。おお、はいはいはい。うん、ちょっと持ってくるよ。はい、お得意のラッピング。はい、ラッピングシートです、ね。うん、そう、これだったら、はい、まあ本当は黒がいいんだけど、黒ないし、まあ、はい、カーボンはカーボンでいいよね、かっこいいし。うん、見えても大丈夫です、うん、見えても大丈夫。うん、これをあんまりギリギリにするよりも少し余裕持っとった方がいいから、幅3センチぐらい、そう、それぐらい。こんなもんですね。よし、それで、はい、あてがってみて。そういう風に貼ると、うん、あの隙間ちらっと見えるやつが気にならなくなる。うん、だから貼る位置のトップのこの部分がどこかっていうのはこれ合わせてみるとわからないね。この奥ですね。そう、うんうん、そのもで、ちょっと一回そのままにしといて、これで印をつけるためにマスキングテープ持ってくる。はい、マスキング。今これもうこれ上上上がるね。上がらないです。で、この黒いところ、このゴムモールも黒いから、ゴムモールのところでこうやってやる。はい、はい、離して、はい、うん、いいよ。で、ここで合わせてこう貼れば、おそらくぴったり合うと。立っちゃっていいんですか。なんとどうしようね、貼るのにさ、巻き込んだ方がいいよね、多分。ああ、うんうん。だから少しこっちずらして貼った方がいいよね。拭かなくていいんですか。あ、そうだ、さすが。拭かなきゃ、拭かなきゃ。この車ガラスコーティングしないんだよ。あ、そうなんですか。そう、だからね、そんなにガチ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 多分やらなくても大丈夫だと。軽く拭ってます。うん。はい。おい。貼ります。こんな感じ。貼るのはさ、はい、例えばここの余白が少ないと、うん、戻っちゃうんだよ。あ、ちょっと過ぎると戻っちゃうとか、そうそうそう、引っ張られちゃうんだよ、そっちに。だから裏側にバーンってやっちゃえばいいもんで。結構、うんうん、もうこれぐらい。このくらい。あ、それやりすぎかなこれぐらい、この隙間ぐらいですね、うんうん、そう、これで貼ろう。はい、わかりました。貼るの貼っていい。いいよ。このくらい出して、で、で、下まで歪んでないか確認して、で、貼っていく。おぉ、貼れた？上手じゃないか。はい、それでこれを裏側にやる方法。はい、この扉を開けます。ほら、なんか隙間できた。はい、指入りますね。指入るよね。はい、これでちょっと折り込んでみて。向こうにペタってついていって戻らんかったらいいんだろうな。余白が少ないと戻るよね。戻る。え、ここのとこシワになってもいいですか。見えないとこはシワになっても大丈夫。こういう作業するときってどうしても小声になっちゃうよし、はい、
オッケー。これでちょっと当てがってみて。はい。ほら隙間できてもほらわかんない。いやいい。いい感じ。バッチリじゃないの。こっち側は隙間開かないようにできるんですか。あ、そっちもあれだよ。ちょっとやってみよう。合わせてみますか。ちょっと合わせてみようか。はい。合わせてさ、まあそこはできたとしてもこの中見えちゃうよね。なんか突き詰めたくなってきたな。なんかいい方法ある？こっち側も？いい方法があるぞ。何ですか？できるかな。え、では。ああ、そういうわけになんか。何なんですか？いや、引っ張ったら取れるかな思ったんよ。そんなことあるんですか？な、絶対なんか外れそうな気するんだよ。みんなここまでしないですよ。みんなここ結局一人でやれねえじゃないかみたいな。めっちゃ大掛かりになってきてる。銃のスパナーさ、はい、これはそんなラシェットだけど、銃のメガネみたいな。あ、蜂だった。この2本取れば、引っ張ったら取れない。挑戦。ほら、まず。あとちょっと。ピンが見えなくて、うん、ピンか。スライドかな。どっちだろう。スライドっぽいな。だとするとこれも取らないかんの。ナンバープレート外さないかんかったらアウトだよ。封印されてるの。そっか。これ外れんかな。本当にマジで。なんとかならんのかな。あ、中にありますよね、ビスが。あ、そんなところ、あ、オッケー、すごいすごいじゃないか。ほら、引っ張って取れんわ。こうやって取ったら壊れるわ。これ外し方を知らないから、うん、大掛かりな作業に見えるけど、これ分かるやさ、たったこれだけで引っ張れ取れる。ほら、もうここまでできたらさ、できるんじゃない？じゃあもう大丈夫ですね。取らなくても。よっしゃー、ほら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 、すげー。この位置が正しいかどうかちょっともう押してみて。あ、いいんじゃないですか。あ、いいんじゃないのね、いいね、よし。じゃあここに沿って貼ればいいんだ。伸ばして、伸ばして、うん、伸ばして。ほら、できてきた。だけどここはちょっとしょうよ。よし。よし。超大掛かりになってきたな、雰囲気。大変ですね。じゃあ両面テープの。保護シート、はい、全部めくらずに一部分だけめくって、はい、表にしてマスキングテープで固定で、これ途中でこんなバシバシ切れちゃいそう、ね、そう、だからもうこれはもうこういうふうにする。端っこはもう全部めくっとったっていいかもしれない。この裏のここも、うん、これはもう剥がしちゃっていい。こっちはもう短いの剥がして。どっちからめくった方がいいとかってあったりしますか？まあ合わせやすい方からっていうのがあるよな。わかりません。わかるもんね。これでここ1ミリぐらい、うんうん、そう、1ミリぐらい上から下。そう、上から下、上から。お、できたできた、ほら、うん、はい、剥がしていく。はい、はい、クリット、ヘクリットですね。このモールがくっついてこなかった。うん、ああ、ちょっと待って。ついてくる。あのね、うん、今押したから。押したから？押したから。押さずに引っ張るの。うん、あ、わかりました。押すとさ、うん、ぐーっと押さえとるもんでゴムモールが引っかかる。じゃ引っ張るだけですね。引っ張るだけ。ゆっくりね。押さえるの最後。はい。
そこ聞いとるかな、いけるか、いけるかな、あー、おー、オッケーオッケー、よーし、気持ちいいですね、よーし、できた。ほんでこう、ちょっとね、指圧してあげて足裏マッサージ、こっちも1ミリぐらい、うん、同じぐらい、ゆっくりね、よし、はい、できた、できた、できた、できました、できたね、ディフューザーがつきました、はい、うん、いいね、オッケー、できた、できた、やった、はい、で、今度はバックフォグ、あの車バックフォグつけなくって、反射シートですね、反射シート、はい、これを貼るもんだから、これが型紙で、ハサミでこれ切って、この黒い部分を切り抜くの、そしたらここにバッチリこう寸法取れた位置に貼れるから、はい、まず最初に丸を切り抜こうか、いいで、最後ハサミで切った方がいいね、こっちも大きい方ですよね、うん、大きい方、黒いやつ、黒い丸いやつを、あ、完成だ、できた、完成、周りも切るんですか、外、内、外側、そう、うん、書いてありますね、うん、外側で、はい、できた、はい、はい、できた、はい、これを使いません、こっち、こっち使います、はい、これをあっちに貼るの、はい、これをこう当てがってぴったりくる位置で動かんようにテープで留める、お手本見せる、だからこれでまず貼ろうか、4つ、はい、な、こうやって、ほんで次また剥がして、剥がして、うん、上に貼ってっていうのを順番に繰り返す、うんうん、向きはね、まあ考えた方がいいかもな、そうですね、うん、これがこう、うん、それた方が綺麗だね、じゃあこうなんか横にして、よし、うん、こんな風にできる、どうでしょうね、もう一個やってみようか、そうですね、向きを合わせて、向きを合わせて、で、くっつかんようにめくってから、バッチリだ、これ、向きはこうですね、向きこうや、作業中は小声になってしまいます、お、上手じゃん、位置バッチリよ、位置はバッチリ、あ、おー、すごい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 、最後だ、そうそう、コツはもう完璧に分かっとるね、オッケー、いい感じですね、うん、コツは紙に挟まないように気をつけながら位置を決めて軽く、で、紙をどかしてから押す、押す、で、取る、よし、できたよ、ほら、お、すごいじゃん、ほら、お、来ました、すごいすごい、位置もぴったり、雰囲気バッチリおー、これね、もう一つね、面白いのがあるよ、このカメラでさ、強制フラッシュで、お、ぶっちゃけあるよ、これね、すごい光っとるように見える、うん、ちゃんと反射してるんですね、ね、うん、おー、遠くから見てもこれバックフォグっぽく見えるよ、ほら、本当ですね、うん、いい感じ、いい感じ、ずれてない、ずれてない、バッチリ、うん、上手、はい、成功、できました、やったー、できた、できた。